はい、コナンです。マーベルつむつむやっていきたいと思います。今日ね、修理に出していたギャラクシー S6 が戻ってきたので、ずっとやりたかったマーベルつむつむやりたいと思います。今ね、モンストとのコラボイベントやってて、モンストのキャラがマーベルつむつむで登場するっていうね、そして逆にあのモンストの方でもマーベルつむつむのキャラが登場する、同時にねコラボイベントやってますが、ずっとねやりたかったんですよ。だけどちょっとね、スマートフォンが壊れてね、修理に出していたのでちょっとできませんでした。今やっているのはクシナダですね。今回マーベルつむつむではブラストタイプで登場していました。なので今回僕が選んだつむは、リーダーがキャプテンアメリカ、そしてサポートがビジョンとウィンターソルジャー、この3体を選んでいます。ちょっとね、あの僕のツム選択ミスって、キャプテンアメリカスペシャルをちょっとね解放し忘れていました。なのであのスペシャルのね技が使えませんが、まあスキルだけでいきたいと思います。まあ、今回協力プレイの難易度ハードなので、まあそんなにね難しくないかな。まあこれで十分いけるでしょう。さあラッシュに入りました。さあキャプテンアメリカスキル使います。スーパーソルジャー、さあもうあと一息です。さあこれでいけるかな。さあフィニッシュ。さあ早速ね、それではクシナダ使っていきたいと思います。挑戦するのは協力プレイのホークアイのバトルです。難易度はエキスパート。今回ねクシナダがブラストタイプということで、ホークアイがねスピードタイプなので、まあちょっとねお試しでやってみるにはちょうどいい相手ではないかと思っています。クシナダはスペシャルのね必殺技が非常にユニークです。モンストらしいというかね。さあスキルの方溜まってきました。使ってみましょう。まあ一直線にプラズマで消すというね、そんな技です。ラッシュ入りました。今回ねサポートはヤマト、タケル、こちらもモンストとのコラボキャラですね。そしてウィンターソルジャー使っています。今回ねクシナダのアビリティがコンボでボム範囲アップということで、うまくねアビリティを出してやるとボムの範囲が広がるので、少し離れた位置からでも敵にダメージを与えられるようになるんじゃないかと思っています。そしてヤマト、タケルのアビリティがチェーンでアタック攻撃力アップということで、これもねバトル向きでいいんじゃないかと思います。そしてウィンターソルジャーはチェーンで攻撃ガード。さあ攻撃してきましたね。もう少しでクシナダのスペシャルがたまりそうですね。なかなかねこれはたまらない、非常に強力なスペシャルだけに1回のバトルで多分ね1回しかたまらないね。さあ使ってみましょうか。さあちょうど相手がいます。直接攻撃。ちょっとねスペシャルの使い方が初めてなんでよく分かりませんでしたが、うまくなんか弾いてやるというのかな、なんかモンストっぽいよね。非常に強力です。ほぼ画面の全部のあのツムを消すことができるっていうね、非常に強力ですね。バトル向きです。さあやっていきましょう。なんかエキスパートなんでそこそこフォークアイ強いよね。さあこのラッシュで締めてしまいましょうか。ちょっと久しぶりのマベツムなのでちょっと感覚がね戻りませんが、さあ敵見えめがけてツムをつなげていきましょう。もうあと一息ですね。さすがにやっぱりスペシャルは1回しかたまりませんね。なかなかたまらない。スキルの方はね結構たまるので何回か出すことができます。さあもう一回出してみましょう。横一直線にプラズマで消すと、さあ倒すことができました。さあもう皆さんはねあのモンストのコラボツムゲットしましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。まだねイベント10月の3日まで続くのでどんどんやっていきたいと思います。さあ報酬の方は、おお、なるほど。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。
ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。